前線と低気圧の影響で県内でも雨が降り続いています。雨のピークは超えましたが、河川の増水などに注意が必要です。静岡地方気象台によりますと、九州を通過している前線を伴った低気圧の影響で県内でも雨となっていて、降り始めから午前11時までの雨の量は伊豆市天城山で129ミリ、静岡市宇東木で64ミリなどとなっています。雨はピークを超えましたが、明日朝6時までの24時間で予想される雨の量は伊豆で120ミリ、東部で100ミリなどとなっています。気象台は低い土地の浸水や河川の増水に注意を呼びかけています。